こんにちは。こんにちは。今日も商品紹介をしていきたいと思います。橋本さんお願いします。はい、お願いします。はい、今日の商品ははい、ブラジル産のアクアマリンです。はい、アクアマリンになっております。はい、結構透明度、そうですね、透明感高いものを今回ご用意してます、うん、なのに綺麗なアクアマリンの色の特徴的な青が水色、そうですね、あのベリル特有のこういったちょっと金属っぽい感じの、うん、色合いと、あと透き通るような、はい、水色が特徴的な石ですね、うん、そうですね、すごい透き通るというか透明度がすごい綺麗、はい、はい、ですね。これからのこう、そうですね、夏に、夏場なんかはすごく最高じゃないですか。おすすめですね。ですね、もうなんか見てるだけで涼しいもん、うん、ね、いい感じです。はい、ということでじゃあ今日はアクアマリンを紹介しております。カットはこれはこれはですね、はい、バケットカットですね。バケットカット、はい、サイズはこれどれくらいになるの？これはだいたい 8×6 のサイズです、うん、はい、これなんか指輪に良さそうな、ちょっと主張があるような感じぐらいの大きさかな。そうですね、存在感は結構あるんですけど、うん、まあ、アクアマリンって、まあ、誕生石になってたりとかすごく、はい、あの人気のある石なんですけども、うん、なんか結構なんかうちの会社でも売れるイメージがあります、うん、そうですね、アクアマリンってあの、まあ、ベリルの中でもブルー系のものを、うん、あの総称して言うんですが、うん、あの色の濃いものがやっぱり人気は高いんですよね。あ、でサンタマリアアクアマリンっていうすごくあのもう本当に濃い、うん、アクアマリンも人気なんですけど、はい、あのこういう夏場なんかは逆にこういった透明感のある水色系の、うんうんうん、ベリルなんかの方が人気があったりします、はい、そうですね、はい、すごい綺麗な、すごく可愛らしい、うん、ルースになってます。え、橋本さんこれもし何か作るとしたら何がおすすめなんですか？まあ、やっぱりあの身につけるってことであればリングとか、うんうんうん、あとはあの胸元で光るようなペンダント、うん、これ、まあ、一つだけじゃなくて他の石も組み合わせてお作りしたりなんかしてもいいのかなと思いますね、うんうん、はい、という感じになっています、はい、もし指輪とか枠だったらこちらでもご相談を受けることができますので、ぜひね、はい、もしよかったら、はい、お問い合わせしてください。ということで今日のおすすめポイント、やはりですね、この透明感あふれるアクアマリン、うんうん、いろんなアクアマリンがあの市場に出回ってるんですけど、はい、まあ、ここまで透明感高くて、うん、でしっかりそのベリル、うん、アクアマリン特有の、うん、水色も、見ていただけるっていうのはすごく特徴的かなと思います、ね、うん、そうですね、本当透明度がなんかちょっと現物はね、もっとね綺麗、そう画像を通すとねあるんですけど、でも分かるんじゃないかな、そのぜひ手に取って見ていただきたい商品ですね、うん、はい、という形になっています。ということで以上になります。はい、インスタグラムフォローよろしくお願いします。こちら平日毎日ライブ配信させていただいております。で、YouTube のチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。加工依頼や加工体験なども受けたまわっておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。宝石研磨の匠。